ドアクローザー、ドアクローザー、あるいはドアチェックは、扉に取り付けられる装置で、人によって開けられた扉を自動的に閉める働きを、するもの。その際、急激に閉じることがないように動作を緩満にする、機能も持つ。逆に風などで不要意に、扉が開かないように抑える働きもする。大きく開いている時の動く速度、閉じる直前の時の動く速度など、4段階程度に、 速度を個別に設定できる。閉じる途中は、速い動きで速やかな、閉じ動作を行い、前閉直前の指を挟む危険がある位置からは、ゆっくりとした動きとなり、安全かつ静音な閉じ方をする。ドアクローザーはそれ自体は、動力は持たず、扉が開けられた時の力をバネなどに蓄えると、同時にオイルの粘性を利用した、減速装置により、 急激な動きを抑えるような仕組みとなっている。扉をある角度まで開け放った場合、開いたままの状態で保持する機能を持つものもある。ドアクローザは扉上部の調子外寄りに取り付けられる。取り付け方法により、スタンダード式とパラレル式がある。一般的には玄関に取り付けられるが、トイレなどの室内に取り付ける製品もある。ありがとうございます。